埼玉大学は学生を健康面と経済面で支援しようと期間限定で100円の朝食を提供しています。今日は朝食の時間を就職活動にもつなげてもらおうと、食事をしながら企業説明などが聞けるイベントが企画されました。埼玉大学は先月13日から期間限定で平日の朝8時から100円の日替わりの朝食を先着100人の学生に提供しています。今回は初めての取り組みとして、この100円朝食に協賛する埼玉りそな銀行の担当者が学生食堂で企業説明を行いました。今日のメニューはカレーライスとサラダで、学生たちは食事を楽しむ一方で担当者の話に耳を傾け、企業への理解を深めていました。また食事の後には個別相談の時間も設けられました。100円朝食は8月2日まで提供され、今後も協賛企業の担当者が企業説明に訪れるということです。すごい斬新というか、それこそ協賛として朝食を出してくれているので、親身になってより聞こうという意思はありましたね。いつもちょっと学食高いと感じてるから、100円でその学食が食べれることにとてもすごい便利だなって思いますね。銀行だけじゃなくて、もうなんかいろんな種類の企業の方の話を聞けるとなんかよりいいかなと思ったり自分はしてます。コロナ禍で学生の生活支援、これが目的として始まったんですけれども、学生がきちっと研究や勉強に臨めるような、そういった支援を大学としてできないか、企業の皆さんや地域の皆さん、こういった方にも支えていただきたいという思いから、今回は企業の協賛を得ながらこういった取り組みをしてきたと。